俺の携帯だよね。あれなんでこれ充電してくれてんの。いや充電なかった。あ、ほんまや、ナイス。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、サナイトです。こちらが、こんにちは。いやあ、危ねえ。いや、アウト。にゃほ、どうも、平学です。ということで、今日もその飯をやっていきたいと思うんですけれども、今日は俺がずっと気になってたものを作りたいと思います。そして今日 MC 来てくれましたんで、 MC 呼びます。どうぞ。え、俺、はい、俺なの。こんにちは、牛田です。どうも、ちょっと前に長い MC です。 MC なんだ。そして一応ね、今日なんとスペシャルゲスト、僕の弟も来てます。弟、はい、こんばんは。顔似てる？やっぱり俺はどう？似てる？いや、似てないよ、ごめん。似てる？似てないよ。弟と、まあ、父親です。じゃあ、随分と成長してくれてありがたいですね。タッパコしてくれて、育ててくれてありがたい。いやいや、全然育てたくなかったですけどね。どこで間違えたんでしょうって感じですけど、一応ね。ということで、今日このうるさいメンバーとやっていきたいと思います。はい。あとね、ちょっと今日 YouTube 回すんで。そうなんですよね、 YouTube 回してるんで気をつけてくださいね。俺の携帯を出さないでくださいね。ぜひYouTube の方も見てください。最近結構めちゃくちゃ頑張ってるよね。何をですか。 YouTube。 はい、言います。割とそうですね、頑張ってますね。ありがとうございます。そんな、それこそ夏ライブ。何をしてるんですか。こっちだっていろんなとこ映るよ。やめてください。一旦消しますけどね。これ定点しないの。あ、ちょ、もうしますか。じゃあ定点に、うん、はい、うんうん、ちょっと設置しますね、僕は。あ、なんかあとちょっともう一人来てるみたいだから呼んでいい。待って、大丈夫か。いや、ちょっと怖いですね。あ、今ちょっとエレベーター上がってるみたい。エレベーターとか言うなよ、お前。何回かわかるから、こう、お前。いや、わかんないだろ。怖え、シュンタ怖え、マジで。あいつ、うちの住所とか言いそう。シュンタは…いるよ、クソ生意気が。あ、田中が来た。なんでコウキを誘…なんか、誘ってもあれか、タイミング合わないのか。いや、誘ってない。あ、だってあなたに、一番その飯なんか、やりましょう、一緒にって言ってあげてるじゃない。だって連絡先知らないんだもん、俺。あ、120回ついたみたいだよ。120回お前、ちょ、ボケが飛びすぎて、ちょっとわかんないんだよな。なんか…ドバイ？ドバイのね、誰だって。それ僕じゃない。じゃ誰が来てるんだろう。あ、ピンポン。ピンポンからちゃんとやる。こんにちは。あ、こんにちは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 。料理研究家の、ジャガイモコと申します。お前と違うじゃん。こんにちは。じゃあ、今さん。こんにちは。じゃあ、今子です。あ、そうですね。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。名前ちゃうやん、前とお前。じゃあ、今子です。こんにちは。え、こんにちは。今日は佐野くんに料理を教えに来てくれたってことですか。いやいや、今日見に来ただけです。いや、じゃあ意味わかんない。伝わる、こいつ。今日は見学できるということで。あ、見学でしょ。本当に料理界の中で、やっぱりもうこうピラミッドだった。トップなんですよ、今。誰が佐野飯。佐野飯がトップ。日本崩壊してる。料理教育委員会ですごい注目されてて、今。あ、私問題者、はい、あ、そう。注目の問題者だけじゃなくて、それ。注目されてて。あ、そうなんだ。今日見学行ってこいってやつなんで。ああ、なるほど。いや、それ監視だよ、多分。視察っていう。じゃあ、タコ取り出して、ごめん、タコ邪魔ですね。タコがね。あ、なんそこ、そこ自宅つけない。いや、そんな感じ、ちょっと今日、サインで作っていきたいと思います。はい。まあ、ジントくんは基本的に立ち会い人なんで、僕ら二人が作って、まあ、ジントくんに召し上がっていただこうかなっていう。ああ、ありがたいのかわかんないですけど。でも、今日ガチだからね。え、今日ガチで作らせていただきます。うまい。で、最近ね、まあまあ、その、なんて言うんでしょう、結構成功気味というか、うん、前回のピザも割と成功されていて、そう。で、YouTube に上がったチーズケーキも、はいはい、まあまあ、三角ぐらいだったじゃないですか。そうだね。まあ、まず料理って成功も失敗もないんですよ。もう本当にそうなんです。いや、それ食べれないぐらいまずいってたまに言われるんですけど、それはどうなんですか。成功のもと。なるほど、なるほど。そう、なるほどね。そう、成功のもと。成功のもと一番のスパイスですか。なるほどね。一個はしょってますけど、失敗はがついてますけど、失敗って言ってますけど、実際それは。まあ、そんな感じでちょっと作っていきます。はい。なので
まあちょっと一個だけなんかあれですよね。もう最近フォロワー10万人いくんですよね。もう全然いろいろ飛ばしましたけど全然です、ね、飛ばしました、はい、まあまあなんであとでちょっと2人のアルマあげるんでぜひフォローお願いします。ああありがとうございます。じゃあ作っていこうか。よっしゃー。ちなみに皆さんも今聞いてないと思うんですけど今日何を作るんですか。今日はじゃがいもとチョコレートを使います。おどういう組み合わせ。別料理です。あ別料理、はい、はい、で僕どっちじゃんけんで加藤がチョコレート、マキタがジャガイモ。じゃがいもこですよ。じゃがいもこ。じゃがいもこなのお前。じゃがいもこって名前です。あ、じゃがいもこね。じゃがいもこ。あ、なんでじゃがいもこって新しい。めちゃくちゃじゃがいも好きなもんだ。じゃがいもこやで。新しい。そうです。じゃがいもこさんと僕チョコ、僕チョコの方を作っていきたいと思いますので。はい、あ作るんだね、君は結局。え、作るんだね。今日見に来ただけですって言うから作ってって言うからやったらなって。いや私は嫌だって言ったんだけど。嫌だこいつのキャラ。鬼だるキャラと爆誕したわ。じゃがいもっこ、まあ、で一時期じゃがいもいっぱい買ってきたんで僕はほら、なんかいもこさんがすごいたくさん大きいじゃがいも買ってこいって言ったんで、この一つ売りのやつもここ一つでラップにくるまってる。一つのやつを4個買ってきたの。4個じゃない、8個買ってきたよお前。はこれいいですね。これめったに見ないです。これ。これ。なんで？もうまあ大きいけど確かに。これ。はいはい。これ触ってみてくださいこれ。はい。なんかツルツルしてません？はい。ラップかかってますからね。ラップです。あ、ラップか。これラップっす。びっくりした。リアルなやつやと思いました。本当に料理研究家だったこの人。大丈夫か。あんま変わったわ。で、まあなんで一体これを作ったりとか、あとまああのジンド君、ジンド君は、はい、今日ちょっとこれ見せれないんですけど、はい、なんかそのクリームコロッケ買ってきたんで、こちらをカラッとオーブンで焼いておいてください。あとで食べようや。食べたいそれ俺。普通に。それ焼いておいてくださいこちらで。これね、はい、美味しそうっす。美味しいっすよ。じゃあ後で食べましょう。じゃあこれはね。YouTube。そんな感じで、ではやっていきたいと思います。適当すぎたら YouTube の扱いが今YouTube じゃないよ。吉田さん素晴らしいですね。やっぱツッコミが素晴らしいですね。ツッコミやからどんだけボケても拾ってくれるんだよ。いやそうなんですよ。やっぱここに十太郎か大地がいたもんならもうなんかもうへへんって笑って終わりだから。違いない違いない。僕らは十太郎。いややっぱ必須ですね。必須アイテム。じゃあやっていきたいと思います。空いてますか。じゃあそのメンバーをマシはリーダーなんで一応ね。あ、そっかそっかじゃね。でもここからはもうおのおの自由にやってください。おのチームじゃないんで自由にね。うんよし。どうやって作るんですか俺のやつ。俺しか知らないんだけど。まず、もうじゃあ分かったもん全部やるよ俺が。おかしいおかしい、サノメシだから。ダメダメ、そしたらもうシュンタンのやつになっちゃう。チャンネル変えたみたいになっちゃう。そうですよ。だからシュンタが発案したのがチョコの方だったってこと。両方えシュンタこれがいいって言ったら両方できたから。あーそうなんだ。そうどうなるんでしょうね。ちょコメント読みましょうか。じゃあ皆さん準備しなきゃ。コメント読む前ちょっとこのラップ剥がしてもらってもいい。いやラップ剥がやりますけど。アーカイブ残しますか。だってアーカイブ残しませんよ。残さないですって。うちはねアーカイブ残さないんで。ビブラスラップはあねこれね置いててくれてるんだね。ちゃんとちげえよ置き土産。置き場所がないんだよ。いつ捨てるかわかんないからそこに置いとかないと。なるほどなるほど。えじゃがいも何個食べるの。ありますよここに。え全部使う。叩き方知ってますこれ。えどうやってやるの。もちろんもちろん。ジッコ怒られた。怒られたね。な何いつもそれが鳴ったらジントと怒ってるの。新しいもうそうやって教育されてんだ。だったらチンだって。やだね。なんかどこで衣装買ったのって。俊太さんこれそう買ってきたんですか今日。これ名札見てもらっていいですか。は見てですか。名札その方に書いてる。妹ね。アルファベットで絶対妹のやつ。妹のやつ最初に家に届いた時なんかちょっとカレー臭かった。いや、まあ、ちょっと待って。それ学校のやつじゃないよね。もう自分が家庭科の授業とかで使うやつ。学校のやつ。はっ学校のやつバグってきたの。ええ学校のやつって自分で買ってるやん。あえ違う給食費は配布制じゃなかった、うん、えち
それもめっちゃいいシーズンってるよ。いやいや、効率効率。じゃあ配布じゃなくて俺らは10個あって、そうそう、毎週金曜日にみんな持って帰って洗って月曜日に持ってくる。そうだから月曜日にすいません給食費忘れましたっていう人がいるとめっちゃ大変なのよ。え、一人一個あったよそれ。ガチ。いやいや違うよ、ガチ。いやいや、え、ちょっとどうすんの今日、音色とかどうすんのみたいな、なんか重いやつとか。そう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 、ってなるもんだって。まあまあ、まあ、年離れてるし、結構。いやいやいや、そんな離れてねえよ。ジェネレーションギャップ。いや、逆でしょ。俺らが全員分持ってて、そっちがあれならわかるけど。で、非効率っていうか、あれだよね、ちょっともったいないっていうか、その毎日使わないやろ、そんな。ねえ。でもこうやって配信する人とかは毎日使わない。しないのよ。今最近もうね、増えてきたけど。とか増えたけど、やんないの普通は。小学生やんないか。うん、そう。やんないか。あの金曜日にさ、ランドセルにこう、ひっつけて、そう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 。蹴って帰る。蹴って帰る。蹴って帰る。やってた。やってた。やってんのかよ、それは。それはやってんだ。やってた。あ、そうそうそう。ちょっと一旦レシピなんだけどさ、これはホットケーキミックス作ればいいの？普通にホットケーキ作る要領で作って、ホットケーキを薄くやったら、あ、クレープになるんだ。そうそうそう。で、水多めのドロドロな感じになる。水多めのドロドロ。うちの小学校個人持ちだよ。あ、そうなんだ、増えたんだね、そういうところもね。個人で持ってたよ。ほら、え、個人で持つ意味ってなんだってさ、大体給食当番って10人ぐらいじゃないの？ね、全員が全員やったらもう大変なことだね。俺は自分でやるよみたいな、うん、俺おもりでいいからみたいな。なんか嫌だよね、当番制だから。あれのシステムが機能してるはずなのに。え、給食とかっておかわりとかしてた人？はい、もちろん。俺はしてたよ。一番に行ってた？え、もちろんもちろん。一番かどうかって言うけどさ、うん、牛乳じゃんけんとか絶対やってた。あ、やってた。牛乳苦手だったんだよな。だから欲しいんだよ、まあ、そんな関係なく思いました。でもなんか俺はなんか一回そのなんかちょっと悪いことしたらさ、お前ちょっと教室の前にいろみたいなことやられることあるじゃないですか。 あるね。あれでやられてて、まあ、やられててじゃなくて何をしたか教えてください。それは確かに言える範囲で。なかなかないよ。一回廊下に机出されたことがあるんだけど、小学校の時に。小学校6年生の時に。なんか俺健康係だったの、はい、で健康観察表をね、毎日朝職員室の近くにもっぽりに行かなきゃいけなくて。あるね。それを俺3回連続ぐらいで忘れてたの。それ忘れたのか、もういいやと思ったの？どっち？いや、マジで忘れてたの。俺忘れっぽすぎて。で、その先生がもう鬼の形相よ。もう全部顔がこう鼻のところにギュッてなってる。こう全部全部、え、全部のパーツがこうグッてなった、あの状態の全部で作るやつみたいな、そうそうそう、なってる先生がその健康観察表を持ってうちの教室に来た時に終わったと思って、うん、もうそっからその日はずっと外でずっと給食も一人で。そんなんだ。いや、めちゃくちゃある。全然ある。めちゃくちゃ俺小学生の時もダメダメだったから、マジで。そうなんだ。今もだけどね。びっくりした。何今はね、まあ、今は更生しましたみたいな言い方でしたね。確かにね、うん、そんなダメかね、私。うん、うん、ここだ。ほんとこっち？ほんとはこうだ。ジェイト！違う、怖いってそれ。俺もさっき間違えちゃってこうやっちゃったけど。そう。こうやったから。もう言わないのね。ちょっと何してるの？クールダウンタイム。もうできちゃうよ俺の。あと焼いて終わりだよ。俺ゆっくりしてんの。違う違う違う。生配信で時間設けてんだから。ちょっと待って、あれ包丁ある？包丁。あ、十太郎が見てるね。はい、包丁握ります。包丁危ない、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 包丁危ない。何してんの？ジュタロ見てる。ジュタロが見てるらしい。ね、なんかさ、箸ある、箸、割り箸みたいな。何作ってるの？ごめんなさい、僕一番知ってるはずなんですけど知らなくて。まあ、美味しいの作ってるよ。あ、ちょ、お母さんみたいなこと言わないで。待って、箸って言われてことされたの竹串なんだけど。何だろう、竹串だろ。じゃがいも、いけるかい。何をしてるの、それは。何がしたいの？割り箸がいい。何がしたいの？え、ポテトに。いや、そう、お楽しみですよ。いやいや、もう分かんないけどな、ちょっと分かんないまんま僕ここにいるんですよ、今。いるかしら。これね、もっとね、水入れて、牛乳めっちゃ入れて。めっちゃ、お前さ、めっちゃって何？え、めっちゃめっちゃだよ。え、ちょっとちょっとちょっと合ってるこれ。何？生の新じゃがにこいつ割り箸ぶっ刺してんだけど。ゆで何してんの？正解なのこれ。何がしたいの？
何がしたいのか分かんないんだけど何がしたいんだろうと思ってごめんごめんジェントお前作る早くこれの頃今日何してんのお前いやそれは全部終わってからオーブンでやればいいでしょ一番に食べるでここでみんなであ一番に食べたいの当たり前だろじゃあちょお皿をお皿お皿お皿じゃあこれでいいですかじゃあ、うん、やっと買ってもらえたよっしゃごめんねみんななんか本当にわけあがんのやつの顔ばっか映させてもう二度と呼ばないでください僕のお友達で僕は呼んでください今日妹子さん呼びますよそんな妹子当たり前じゃないですかそんなそうおののみたいなおあめっちゃいいんですよあじゃあうるさいなえそれ何えな武器作ってるみたいになってるけどまあ、何をゴールが分かんないなハンマーやもうあのこれあれだよねなんか3つ画角あっても面白いよねこことそことそこの何か3画角でいつかそういうの考えますね真剣に気を入れないあ待ってジャガイモの目取れってファンの方言ってるよえ目取ったお前お前何も言ってねえじゃんお前妹子の名前捨てろやお前えジャガイモの目って取らないといけないって知らないあなたえ毒があるんですよね生えてきたら毒あるんだよ俺でも知ってるぞお前生えてきたらダメなんじゃなくていやもう生えてくるまあまあまあ取るに越したことはないそうなんだじゃあ怖取り方で取ってじゃねえんだよ危ない包丁持ってるんだからごめんごめんごめん悪かった俺今の悪かったうるさいなキャッキャ騒ぐな痛い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 開けるなら開けるって言ってないんだから分かるでしょメンバーなんだからいや分かるかどうやってメンバー一番どうやってメンバーってんだよこれはこの取り方で合ってるまあまあまあ範囲は広いけど合ってるよ大丈夫それでいいよで何を作りたいんだろうねそれは待って卵しまっていいですかちょっともう食べ盛りなんだからじんちゃん食べてないですクリームコロッケは今ちょうど使いたいんだちょうどマジやばいなお元気でしょうかちょっとあれだったわ今ちょっと卵入れてあげようとか思ったんだけど普通にあのパツンパツンだったらパツンパツンって言うなよお前そのやめろよ弱かったなアンサー弱かったなラップバトルだと負けてるわいや普通に日常会話で負けてるよしなんかジントくんがいるだけでちょっと安心するいやそんなことないそのコメント選んでるのこいつですからねいや、まあ、選んでるのこいつですからね、まあ、それはね、うん、シュンタくんがいるだけでかっこいいあるこっちから喋ってた今シュンタくん一回見るという動作挟みなさいよそんなに時間要してないでしょあのいいよ何するじゃあオーブン前離れてもらってお願いします待ってこれオーブン使うにはアルミホイル必要だなあチンでいいんですかいやいやそんなカリカリサクサクの出来たてにしてもらえないのかじゃあアルミホイル出してくださいアルミホイルよしみんな揃って楽しいもっとこれ入れないとこれもっとゆるマジ緩くていいこれあそうなのうん一回これ持ってなんであっち向いてマラカスみたいな多分ちょっと致命傷を負わせられるよ俺これで早くやるの時間ないんだから、うん、芋って深したりとかしなくていいえ一回そのさ割り箸抜いてみたら一回なんであの割って一本とかでいいんじゃないかその二本こう交差してるわけじゃない、うん、これでいいんじゃない別にいや二本あった方がいいよあそうなんですじゃあ危ない こう危ない危ないじゃあちょっとこっちに行きますね何これ何これマジで今子全然進んでないわけは分かんないねえ今子俺これこんな緩くて大丈夫なのこれえ大丈夫だよ本当にこいつ大丈夫これ一回実験してるからこう来る前実験そんな AD さんみたいなことしてくれてるオッケーうるさっあのさ配信ってさ、うん、醍醐味としてまあもちろんねその楽しいことするのもあるんだけど、うん、コメント拾うとかしないいやその読んでるよあいやいや読んでるまあもちろんね確かにまあまあ読んでりゃまあいいのかな、うん、そういうもんなのかな
このキッチン。それ三人用とかじゃないですかね。ちょっと。何が言いたいですか。僕はどけますけど。シュンタマジ心配だな。何これ。なんで？しかもシュンタって呼ばないで今子だから。ごめんね。フライパンの上にホットケーキミックスのなんかぐちゃぐちゃっとしたものが。まずこちらですね、完成したもの。卵焼きを作ろうとして失敗したスクランブルエッグっていうタイトルです。食べる？あ、大丈夫です。お前生焼けすぎるし。お火多いの？お前って何？あの、かやちゃん、かやちゃんこれ広げて。広げて？うん、広がんのこれ。広がる。あ、お前が作りたいもの分かって。それ、それは広げます。多分、あれだよ、トルネードカットしてから多分ん刺していくんじゃない？サバイさん。テレテレ。あ、やば、危ない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 よ。危ない。メロを立ちない。危ない。え、これ何がしたいの？あれ。ちゃんとして。今日うまいだよ。これ何作ってんのこれ。これ何？何？トルネードなってるっしょ。なってねえよ。泣く子も黙る。泣く子も黙るよ、これ違う意味で。お前びっくりしたよ。泣く子ドン引きだマジで。ちょっと待って、太すぎんこれ。ああ違う、包丁の技術だけ学んでなかったの今まで。え、大好きでしょ。え、こんな食いたないよ俺。違う違う、これであげたらでかく見えるやん、巨大に見えるやん。そしたらもうお祭りとかで子供が、うわママあれ買ったってなるの。いや、多分だけどこれフライヤーないと多分上がるの。油だってさ、パンにこんぐらいいるってことでしょ。だって幅がこうでも、ハエちゃんちでっかい鍋あるって聞いたから。ねえよお前。でっかい鍋が中華鍋そうってなんや。曲がりすぎだから。あもう、うるさい。はは。お前意外にしてたよお前。はい、さあちょっと、おい、何これ食べないでしょ、たぶん。きついな、この部屋きつすぎるて。え、これもっと緩くていいのかな。結構緩くていいよ、広がんなくなっちゃう。もっとちょっと、携帯中見てるからな、気をつけて。うん、大丈夫だよ。ちょっと心配になってるやん。そうだよ、もうちょいだな。あの、温まりましたよ。あ、ありがとうございます。食べてください。は俺、いつもお腹空いてないんだけど。食べなって。食べるか、じゃあ。クリームコロッケですもんね。はい、います。いや、それ俺作ってないから、そんななんか前振りとかいらないから、普通にうまいから。絶対一応さ、形式とか。何それ、もう気持ち悪い。閲覧注意です。気持ち悪い。15体恐怖症。俺無理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 。俺も無理、俺も無理。やばいやばい。見せんな見せんな。じゃあ、あーやだ。どうしたの？おお、結構できてんじゃん。あ、どこ見たの？どこ見たの今。待って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 、キャラ変わってんのよ。あ、本当だ。あ、ちょっとキャラ変わってんの。え、何？え、めっちゃうまそう。何これ。え、いや、作ったよ。え、うまそう。あの、クリームコロッケ、うまい。ガチ。うん。お、お、サクサク。いただきます。ちゃんと温めたら冷たいんだけど、なんか。あ、あったかい。え？もうやるかもしれない。もう今日これでいいと思う。うまっ。竹串、箸代わりにしてる、してますね。これは何飯だって。タイトルつけるなら何飯？いいよ、今子さん。朝飯？絶対違う。いい加減にしろよ。お前のマジでいい加減にしろ。はい、仕事なくなったでしょ、これ広げて。あ、いや、じゃあ、もともとしてないの、ね、仕事。うちのメンバーが。誰？え、ジュタロが。なんて？ジントだ、だって。はい、まあ。はい。先生、呼び捨てすなでしょ、そこは。あ、そこね。そうと思うよ。あ、なるほど。いや、普段から呼び捨てしてるから。そ、言葉のなんか強みみたいなのないと伝わらないですね、ちょっとあんま。じんちゃんだって言うから、確かに。よし。ごめんね。じんちゃん、油温めてくれん。え、どういうぐらい？え、これが浸かるぐらい。鍋ある？
ちゃうで、ちゃうで。え、何が？これ牛乳めっちゃ入れた？めっちゃめっちゃだってお前。めっちゃめっちゃ無理でやってこれ。え、じゃあ変わる。いやだ、そこから変わるな。いや、じゃあトレードしよう。ちょっとこれやってよ。やだよ、これ。これ温めるから。あのあれ、こんなっていうのもおかしいですけど。いいよ、調子よくない？めっちゃいい、めっちゃいい。こんな感じ。もうちょっといって、これ。牛乳もちょい入れようか。あるある。ねえ、ま、これさ、じゃがいも洗った？洗ったね。目取ってある。あ、ちょっとあいつマジ心配。何洗ったよ。いや、なんか洗ったって言ってたよ。洗ったこれ。あら立ち丸けんや、お前。生のまんまでも美味しく食べれるんですよ、商売よ、これ。違う、マジで洗ってましたよね。ちょっと動画撮ってやるよ、もう証拠ありますよ。いや、その、まあ、そうなんですけどさ、洗ったかどうかじゃなくて、綺麗に洗えた。腕組んでも干そう、お前。弱そう。捕まり棒ぐらいしかない。ちょっと広げてて、広げてってじゃないね、全然丸のクレープになんないんだけど。じゃあこれこっち変わってって、もうちょいその新しくやるときに油もう一回敷き直した方がいいんじゃない？油いりません。何がいいですか？いらないです。あ、いらないんですか？はい、何がいい？いらなくてこうなってますけど大丈夫ですか？いや、だから何、気持ち気持ちなん？気持ちで握ったコウモリみたいになってるんですけど大丈夫ですか？おでけでけでけでしょ？何もアドバイスもらってない。で、これね、あー、お前も同じやんけ。教えるときに先に手が出るタイプ。そうそう。気持ち悪い、気持ち悪い、これやばくない？ごめん、閲覧注意ね。やば、ちょっと YouTube ちゃんと見せるわ。うん、なんで？離れちゃうから。ちょっと待って、ほんまに油ちょっとちゃちゃんちょんってやらな。よし、あやとくん、多分揚げる用の鍋を出してあげた。わかりました。お願いします。じゃあこれやっといて。はいはい。じんちゃんいける？あ、いや、どっちもいいっすよ。はい、じゃあしゅんたがやったらいいんじゃないですか。ちょっとそれじゃあしない。はい。ん？じゃあこれど、はい、どけとく。しゅんちゃん、これだって油入れ茹でるようなやつ。これ？え？奇跡やね。もうやめましょうかもう。あ、じゃあしゅんちゃんこれだって。なんか顔もはまりそうやね。おいおい、これこそ、これこそ、これだわ。おお、これこれ、そうそう。なんかさ、このままいける、これ、これでいい。これ茹でるんだ。これ揚げる。これで、いけるわけないだろ。え、こうだよ、だって。ごめんごめん。いや、でかいな。揚げ物するにはでかいね、ちょっと。うまいの、お前。でしょ？おー、いいじゃない。ほら、こういうことよ。作ってんだろう。誰かコメント読んだ方がいいかもって。まあまあ、ですよね。え、ジントだしかないんだけど。でそれじゃあ、じゃあもう俺コメント読みます。あ、コメント専用お願いします。こっちでいいや。ジュータロー君からアドバイスもらいました。コメント読めと。だよね。ジュータロー君とダイエッチちゃんコメントしてるの拾わない。ダイエッチコメントしてる？ごめん、ごめんね。ダイティン、ダイエッチもジュータローも誘ったんだけどさ、なんかやっぱりあんま俺好きじゃないって俺のことはあんま好きじゃないって言われて。まあ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 が一番傷つくから髪の毛量も上げた感じでいきます。いや、さっきあなたなんか髪型が気に入らないかなって言って髪直してそれで遅刻したじゃないですか。お前それだけは後で言えよ。危ないよお前。何、箸燃えるって。箸燃える。鍋もまっすぐじゃないじゃん。じゃがいも燃えるし、お前。ちゃんとおめえ料理危ねえわ。お前これはひっくり返してよ。なんで俺なんで俺が2つもやらなきゃいけない。いやいや、今こっち悪いよ。あなたコメント読んでくださいってあなたが言ったんだから、あなたがひっくり返してあげないとだろ。何してんだよお前。だからお前怒られんだよお前。料理すると。何してんだよお前。これどうすんだよ。おー、いい感じだった。めっちゃいい感じだった。ほら、みんな泣く子も黙るて。いやもう、あー疲れた。大ちゃんおめでとう。何がおめでとう？誕生日まだだよ。まだやろ。びっくりした。まあまあまあ近い日ではあるけど、ね、あ、じゅうたろう、芋どこ？芋ね、今しゅんたがいっぱい切ってんだけど、切ってるよ。ここ持ってこっか。
いる？いらんな。持ってこうか。あ、塩コショウ。ください。あ、食塩。あす。あ、お皿ください。はい。あ、はい。行くよ。気をつけて。ちょっと待って、この置き方でよしな。痛い。ペチョンペチョンだけど。形整えないと。形を整えるのは俺の仕事なのかな。そうです。あ、熱い。よし、何を作る。上げてきます。お願いします。ちょっともうちょっとしたら TikTok 行きますんで。はいはい。あ、そうなの。はい。そしたらこれ上げるとすっごいことになるから、これ上げるの TikTok でやる。バカったなーって。いけた。何時までやるの。あと1分。あと1分 TikTok 行きます。よし、思い切りが激しい。よし、じゃあもう1分の間に爪痕を人生残して。いや、大丈夫かな。ちょっと僕がもう爪痕残したら全員傷だらけになるかも。ちょっと繋いで。うまい、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 こういう爪痕残し方か、学びます。学びますじゃない。あと油多分、まあいいか、少ない。いやいや、もういいわ。ちょっとそれ以上使うとパチパチになるから。はい、乱れてね。ちょっとどうする。熱いわ。暑いね。うん、ちょっと一旦俺退出する。やっといて。ちょっともうやることないんだ。ホットカルちゃんの家だ。じゃあ俺も一回退出します。もうこれこそ視聴者離れるんじゃない、俺だけだったら。大ちゃんも見てる。ごめんね、ちょっとね、あのメンバー二人いろいろ言ってもらってんのにごちゃごちゃしちゃって。こっち一回実験でさ、こんな人をジントって言うんだ。 やってみて。吉田飯ありがとう。いや僕のなんか途中からなんかやるなら一からちゃんとやりたかったですけどね。ちょっとあんまりこう自分一人でやりたいかったですけどね。めっちゃいいじゃん。よし、髪長くてかっちょいい。いや、ちょ、ほんとね、切らないといけないんだよね。わかるわかる。これもう上げていい。チェストって言って。チェスト誰が喜ぶんでしょうね。あ、ちょ、あの、あ、油はまず一回ね、そうだよ、試してみただけ。じゃあ一回試してみただけ。うん、なんか大丈夫かい。素揚げなのかい、ポテトは。あ、でも素揚げだって書いてある。ああ、素揚げなんだ。ここにいます。もうちょい、あれあれ、あ、兄弟のお姉ちゃんの方の玉ねぎ子です。玉ねぎ子さん。あ、いつもあの妹子がお世話になってます。じゃあ多分俺人参子になってカレー作った方がいいな。じゃあ、あ、今日来てくれたんですか。うん。あ、今ちょっと困ってて。料理どうしたの。なんかねぎこさんすごい料理上手って聞いたんで、うん、あとは任せます。お疲れ様でした。任せて僕に。まずこれ入れていくよ。ここに入れていいかな。あ、ちょ、まだそれもう TikTok にやった方が早いですね。まだ温まってなくて。じゃあ見てくれてありがとう。今から TikTok 行くね、うん、バイバイ。あ、ね、あ、ごめんね、じゅうたろうは。ちょっと